映画ドラえもんのび太と奇跡の島アニマルアドベンチャーは2012年の日本のアニメ映画藤子 F ・藤尾の漫画ドラえもん17巻のモアよ、堂々よ、永遠にを原作とした映画ドラえもんシリーズ第32作目監督はクズハコウ脚本は前作ドラえもんシンのび太と 鉄人兵団羽畑天使たちに続き清水東が務めている。パパに買ってもらったカブトムシが虫相撲に負けてしまった。そこでのび太はドラえもんドラミに頼み込み、300年前のニュージーランドからもっと大きなカブトムシを取ろうとするが、誤ってジャイアントモアを捕まえてしまった。元の場所に戻したらきっと絶滅してしまうと思った。のび太はドラミに頼んで、 絶滅動物を保護する奇跡の島、ベレーガモンド島を見つけてもらう。しかしベレーガモンド島で絶滅動物の研究をしている、ケリー博士の助手、ゴンスケは手違いで1980年の時代から、のびたそっくりの少年を連れて行ってしまうのであった。一方、のびたはカブフト氏に代わりベレーガモンド島から無断で、持ち帰ったカブトムシを使って虫相撲に勝つ。 それを追ってきたゴンスケに静か、ジャイアンスネオと共にベレーガモンド島へ強制連行される。ここからドラえもんたちの冒険が繰り広げられる。主題歌は前作、シン、のび太と鉄人兵団にゲスト出演した福山雅春が担当する。第2期に入ってから前作までは暗く、ミディアムな楽曲が主題歌として起用されていたが、 本作から子供が楽しく歌えるような明るい曲調の楽曲が起用されている。劇中にもゲスト出演している子役の鈴木福が応援隊長を務める。また、俳優の小栗旬が天栗旬の役でゲスト出演した。小栗は後年の劇場版ドラえもんシン、のび太の大魔境ペコと5人の探検隊にいて再びゲスト出演する。 アマグリーシュンと同じく本人をモデルにしたフーク、モブキャラ扱いのロッコロガールズ以外は声優が本業ではないタレントを起用していない。これはドラえもんの帯太と不思議不使い以来9年ぶりで第2作第2期映画シリーズでは初めてである。特報や予告編からゴンスケの登場がアナウンスされており声もオリジナルである。 21エモンと同じ立田直樹が担当している。第2期映画シリーズでは恒例となっているエンドロール後のおまけ映像は鈴が消えて大騒ぎをするドラえもんと探偵姿になったのび太が登場し秘密道具で画面が埋め尽くされるというもの。その後、ドラえもんのび太の秘密道具博物館であることが正式に発表された。脚本は引き続き清水東が担当し、 監督は、寺本幸雄が務める。全国359スクリーンで公開され、2012年3月、3、4日の初日2日間で、公衆5億5、261万6、950円、動員48万5465人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第1位となった。また、ピア初日満足度ランキングでも第1位となっている。 公開第2週も9日間の累計動員は94万2716人。公衆は10億6、871万400円。公開第3週で、累計動員100万人を突破。公開第4週で、累計公衆は20億4、350万6、400円。累計動員は182万2280人。公開第5週で、累計公衆は25億円。 累計動員は250万人を突破し5週連続首位となった。5週連続首位は2005年以降の映画シリーズではドラえもんのび太の人魚大会戦を超える歴代最高となる。最終興行成績は36億2000万円を記録し、これは声優陣を一新してからの 新シリーズ最高記録だった2007年のドラえもんのび太の新魔界大冒険7人の魔法使いを更新する記録となった第30回ゴールデングロス賞優秀銀賞を受賞2012年3月2日放送ドラえもん映画公開直前スペシャルで放送のオリジナルエピソード旧石器時代を舞台としている一部にタイムマシンがなくなった のシーンが使われている。月刊コロコロコ,ロコミック2011年11月号より、麦わらだろうによる同作の大長編ドラえもんが連載された。麦わらが大長編の執筆を担当するのは、のび太の太陽を伝説以来11年ぶりである。大長編と劇場版では結末など、細かいところで差異がある。2012年1月8日から29日まで、 全国7カ所のイオンで行われたイベントで各地区で劇中の堂々鳥の声のアフレコ録音に参加できる企画が行われた2012年3月1日発売の任天堂 t e ー d 3DS ソフトドラえもんのび太と奇跡の島アニマルアドベンチャー100種類以上の動物の写真を撮影し動物図鑑を完成させるドラえもん映画作品ありがとうございます